ライチジムにようこそ。ライチのオンラインショップジムのねグッズが続々と上がってきているんですね。ちらっとこういう感じ、ロックオンのねライチジム、ライチオンラインショップジムのねアイテムになりますね。これはマグカップなんていうの、結構赤とね黒でペアルックみたいな感じで、ご夫婦カップルでいかがでしょうか。陶器でね温めもできますんでね、結構便利じゃないですか。かわいいでしょ。さあ今日はね、あの松本さんの方のグッズの方が発表ありました。タック松本 Here comes the Bluesman です。今回はツアーも延期になりまして、アルバムの方もねまだちょっと発表はされていないんですけども、グッズの方が先にね販売という形で発表されました。そのねグッズをちょっと見ていきたいと思ってます。サイトの方で出ているんですけども、今回は商品に関しましては公演の延期に伴い、ビーズザストアサイト内にて受注販売いたしますということです。受注販売なんで、申し込みした分だけ作って生産して販売しますよってことですね。ちょっともう今までない形ですね、特例な形になるんでしょうかね。こちらのツアーグッズはビーズザストアサイトのみのお取り扱いになります。延期公演決定後の会場販売やファンクラブ開放動向チラシ等によるツアーグッズの販売ございませんのでご注意くださいということです。延期のライブがもしあったとしても、そこではツアーの、ね、グッズは販売しませんよということです。稲葉サラスもそうでしたね。もう販売はこのネットのねサイト販売でしか行われないということになります。販売期間はもう始まってましてね、6月の末の23時59分までなってますんでね、まあ2週間ぐらいになるんですけども、その間に吟味してね購入する形になりますね。今回の販売ツアーグッズは11アイテムになりまして、より絞った形での販売になったようですね。特別ねあの限定販売ものとかそういうものも発表されておりませんけども、まあこの中でね見ていきたいなと思うんですね。今回トップにねバーンとね出てたのがチャリティーピンバッジなんですね。今回ロゴの方がね結構かっこいいじゃありませんかね。 Here comes the Bluesman っていうのねロゴあるんですけども、文字体もかっこいいし色合いもかっこよくなってるんですね。でこれ見てねピンときませんでしたが、私はピンときたんですけども、もうまさしくあのウイスキーのラベルですよね。ね、分かる方は分かると思うんですけどね、ウイスキーのラベルですよね。どのラベルやと思ったら、もう結構ねあのインスタとかツイッターで上げてる方も多かったんですけども、ホワイトホースのねあのウイスキーのラベルであったりとか、白黒のバージョンのねロゴでしたらジャック・ダニエルズみたいな感じにもなりますしね、こう見たら本当ウイスキーを感じさせるものになりますね。ちょっとねまだ今回 CD は聴いていないけども、曲調とか分かんないんですけどね、松本さんのイメージとこのブルースマンっていうことのイメージとこのウイスキーのラベル、もうなんかそれがイメージが重なってますよね。なんかそんな感じがしました。ピンバッジの方が、従来のチャリティーグッズの全収益金を災害被災地への復興支援として寄付しておりますが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、災害被災地のみならず新型コロナウイルス感染症対策支援にも寄付させていただきますということですね。今こんな状況なんでね、そちらの方にももう寄付の方にもあるようですね。よりね私らもチャリティーということで意識が高まってますんでね、購入をしたいなと思ってます。でバッと見てもね、このチャリティーグッズがまたこれかっこいいんですよね。ゴールドな感じで、まあ現物見たらまだ変わるんかもしれないんですけども、これ見る限りひときわ輝いて見えたんで、このチャリティーグッズは買いかなと思います。結構かっこよくないですか。これやっぱりねせっかくグッズ買うんであればね、500円ですからね、1個、1人1個は買いたいところではないでしょうかね。そしてざっくり見ていくと、定番のねツアートラックであったりとか、バンダナがありますね。バンダナ久しぶりですね。バンダナ、あの火の鳥の時ありましたでしょうかね。結構薄手のバンダナやったけど、今回どうなんでしょうか。でもこの黒い感じにちょっとブルーがかってんのかな、黒に白模様で文字がちょっとブルーがかった感じでちょっとかっこいいですよね。うん、なんかロックな感じで、あの松本さんみたいにね腰にちょっと引っ掛けてねキュッキュッと歩きたい感じがしましたね。かっこいいですね。そしてこれも定番のマグカップがあったりとか、スポーツタオルなんでマフラータオルよりもちょっと大きめだと思いますね。横幅は大体同じぐらいなんですけども、ちょっと縦の幅がちょっと大きいような気がしますね。そして変わったところで言いますと、エコバッグがありますね。今回エコバッグロゴが散りばめられているんですけどもね、エコバッグ、珍しいですねこの形。これね2枚目の方を見ていきますと、折りたたみできるって書いてますね。内ポケットに折りたたんで収納というかね、この1個のロゴにちょっとたまるってすごいですね。ね、ちっちゃく収納できるんでね。そしてもう一丁ね、ピック型ポーチっていうのも変わってますよね。ピック型ポーチ、まあピックの形をしたポーチになるんですけども、黒生地にゴールドがプリントされてるんで、これすごくかっこいいなと思うんですね。ゴールドの輝き方がね、これ良くないですかね。見栄えがすごくいいなと思いました。ただサイズがねちょっと見てると 11.6×10.3 って書いてるんですね。まあ、 あのファスナーを除くなんですけども、結構ちっちゃくないですかね。ね、ポーチなんでね、あのもうちょっと大きいのかなと思って、結構ちっちゃい感
感じでしょうかね。そして T シャツが3点ありますね。これはもうどれにしようかなと悩むところではあるんですけどもね、ネイビーですね。まずネイビーにロゴが入ったバージョン、そしてレッドは、ギターの写真がモノクロで印刷されているような感じですね。ブラック、ね、ブラックですね。ブラックはブルースマンが白文字で、ね、これもあのジャック・ダニエルみたいな感じのロゴになってますね、はい、このブラックだけね、なぜか V ネックになってるんで、ね、ここは V になってるんで、大体まあこの丸型なんですけども、今回のこのブラックだけは V 型になってます。ベテラシですね、 V ネックっていうのはね。ただこれを V ネックということによってどうしようかなって悩んでる方も結構いらっしゃるみたいなんですけどね。 V ちょっと男らしい感じかな。 V やったら女性の方はあんま V っていう感じじゃないんかも。柔らかいねこの丸型が女性の方は人気かなと思いますけども、 V がちょっと気になるっていう声は結構上がってましたね。そして最後がパーカーですね。パーカー、はい、定番のパーカーではあるんですけども、これなかなか評判いいんですよ。後ろの文字がねなかなかかっこよくって、まあ、男性のみならず女性の方もねちょっと気になるって声もありましたんで、これをかっこよく着こなしたいところですよね。うん、黒でね後ろ赤でかっこいいじゃないですか。で発送の方が8月下旬から随時発送されるっていうことで書いてあるんですけども、あの稲葉サラスの方もそうですけどね、あの届いた人と届いてない人もね時間差が結構大きいんで、やっぱりコロナウイルスの影響によってね配送の方が結構前後してるようなんですね。だからこれね、あの他の人が、ね、来てるからって言ってね、あのオフィシャルの方にまだかまだか連絡するのはちょっとやめてくださいね。今すぐライブで着るわけじゃないんでね、急がずにねゆっくり待ちましょう。松本さんの方のねこのグッズに関してもその影響があると思いますんでね、ゆっくり待ちたいと思います。でどういう基準で早く来たりね遅くなったりしてるのかなと思ってたんですけども、こちらの方に書いてました、基本的にはお申し込み順の発送になりますが、在庫等の関係上発送順が前後する場合がございます。また申し込み状況によってはそれ以上のお時間をいただくこともございます。以上をあらかじめご了承の上お申し込みくださいということですね。基本的には申し込み順で来るみたいなんで、早く申し込んだ人ほど早いみたいですね。ただ送料の方がね1000円かかってきますんでね、試すのにね悩んでるとね後から欲しくなっちゃってもやっぱまた送料かかっちゃうんでね、一発で購入したいところではありますよね。といった感じですね。皆さんもう購入されましたかね、まだ期間はあるんですけども、やっぱりちょっと早く欲しいんやったら早めに申し込みしとかないとダメかなと思いますし、さあ何しましょうかとかですね、まあ、11点なんで今回はもう中にはもう全部買ってしまうって方もいらっしゃるようですね、うん、まあ、その方が早い。そしてまたレアですね、この日付とかももうライブが変わってしまってるんでね、レアなアイテムになる可能性があります。そんな買わないつもりの方もね、記念なんか1個でも、あまり買わない方もね、チャリティーピンバッジだけでもね、ちょっと記念に買ってみたらいかがでしょうかね。ビーズファンなんで、稲葉サラスの方のね、グッズも買った方も、松本さんの方もね、ぜひちょっと1点でもいいんでね、購入してはいかがでしょうか。ね、後で欲しくなっても買えなくなりますんでね、レアアイテムになる可能性もありますし、記念にぜひ買ってみてください。で、私の方もね、もう購入しようかなと思ってるんですけども、もう大体決めてます。いっぱい買うつもりはないんですけども、チャリティーピンバッジ、これは買いたいなと思ってます。スポーツタオルですね。こちらの方もちょっと飾るように買いたいと思ってます。T シャツですか。T シャツを何しようかなと思ったんですけども、そうですね。黒でいきます。黒。黒のこの V ネックのね、これで着てみたいなと思いますね。まあなんか普段使いできるかなと思いますし、結構かっこいいんじゃないですか。ね、男性の方がね、ちょっと着やすいかなと思います、今回の方はね。女性が着た時、まだかっこよさが変わるんかもしれないですけども、まあ違和感なく、着れそうな感じがするんで、黒でいきたいと思ってます。また8月下旬にね、届いたら皆さんの方ね、見て楽しみたいと思います。もし T シャツとか着てね、出歩けるんであればね、ライチの方にも、まあ、稲葉サルスの T シャツもそうですけども、着てきてほしいなと思います。私も見てみたいにね、テンション上がりますんで、楽しみしてます。それでは今日は以上です。またチャンネル登録の方と、よければ高評価ボタンの方よろしくお願いします。またチャンネル登録していただきましたら、ライチパーティー会員になりますんで、こちらもよろしくお願いします。そしてライチオンラインショップジムの方ではね、こういったグッズが今、いっぱい上がってますんで、そちらの方もぜひ見てみてください。PC サイトのベースの方でね、カフェライチオンラインショップジムっていう風にね、検索してもらったら出てきますんで、ずらっとアイテム並んでますんで、こちらの方もね、ビーズ・ザ・ストアとともによろしくお願いします。じゃあ、せーの、お疲れー。また会いましょう。バイバイ。